ガオシルバー、えー、玉山哲司です。よろしくお願いします。懐かしい。懐かしいですね。<laughs> 昔からこれやってた、ね。やってたそんな一人、記念し玉。どうもどうも、ブラックです。<laughs> 純烈の活動をしている中で、ガオレンジャーで良かったなとか。これはもうね、はい、よくぞ聞いてくださいました。はい。のガオレンジャーの経験がなかったら、間違いなく純烈は。 何てれ、はい、うのかなやり方っていうかガオレンジャーと純烈は一緒で純烈の人にはこれガオレンジャーだからって説明してるぐらい、はい、あの例えば堀江さんが今映画やってた話させてもらいましたけどこうみんながみんなを応援しようよっていうグループをやっぱり作りたいっていうことで,、はい、でそういう意味ではガオレンジャーっていうのは金子さんが、えー、一番年齢が上で1個下が僕でそこから2個3個ずつ。 こう離れていって、一番下が、ミオで、えっ、ー、と、だから、金子さんとミオが10。十個違う。でしょで、うちの順列、おだいさんと、えっ、ー、と、ごがみが十五個違うんですよ。だから、そのガオレンジャーの時から、ドリフターズの、いかりやちょうすけさんと、志村けんさんが二十歳違うとかね。なんか、そういう、こう、バランスみたいなの、もので、例えば、ゴーゴファイブ。 とか銀河マンとかってやっぱり裏話はもうどん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 こう喧嘩した話とか熱い話ばっかりなんだけど僕らはこうもし兄弟もの者だったりで年齢が23個しか違わなかったら多分堀江さんの芝居のアドバイスをたけるが「なんだよこのてめえふざけんなよなんでお目に言わなきゃいけねえんだよ」って始まっちゃうみたいなのが戦隊あるあるなんだけどやっぱ年が離れてるからこう見守ってる人は見守ってるし誰かの味方に なななんかこうならないみんながそれぞれ6人のガオレンジャーのそれぞれがみんな個性があってみんながみんなをこう。 応援したり見守ったりアドバイスしたりっていうのが年齢が違うから、はい、<し>やばい喧化はなかったよねだから聴、うん、いてる音楽とか趣味とか全然違うからだから堀江が映画撮ってるっていうのが俺らにとってはやったことないことだしどうやってやるの面白いねとか言ってじゃあ俺の友達のあの金持ちのおじさんとこ行ってそこになんていうのシアタールームあるからやろうよとか言って連れて行ってそこでやったりとか <laughs>、ね、埼玉の歯医者さんち行ったよね、うん、あったでしょ <laughs> だからなんかそういう感じでだからもうバラバラ それを全部純烈に生かして、はい、だから一瞬熱くなりそうでもうまあ熱くなんないの白川さんあなたお相撲さんだからすぐ熱くなっちゃうの、ね、よ戦うの好きで<あ>でももう穏やかなもんで <laughs> もう今だから本当自由に、はい、自由に行って誰かがミスったり誰か怪我しそうになったらあのなんとなくこうレシーバーとしてみんながこう動くっていう部分は金子さんの回の時は金子さんが光るようにみんなが動くし堀江さんが主演の時は堀江さんだし。 たける時はたける時で頑張れよもうちょっと行かないとだめだよたけるとか言ってそういう感じの方法としてはもう全くガオレンジャーの経験をそのまま純烈に生かしてるっていう感じです、はい、ガオレンジャー2ですだからやってることはあそうなんですね新しいまたチームとして、はい、はい活動されてるということですね、うん、はい本当に素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございますいやいやみんないくぞ おガオスです,スですはぁ、あはあえー、このあとよ。鋼の大牛 <laughs> ガオブラック、ね、怒涛のサメガオブルーおぉ<う>心の表しガオイロ灼烈の紳士 <laughs> ガオラッド命あるところ正義の雄たけびあり <laughs> 百獣戦隊 ガオラガオラもうバラバラだよ。<laughs> ありがとうございました。<laughs> バラバラもうもう,もう <laughs> ありがとうございました。ありがとうございましたー。<laughs> ありがとうございました。<laughs>